サルマは、ブドウの葉、キャベツ、普段層の葉で、ブルグルや、米等の穀物やひき肉等の具を巻いた料理である。中東から東南ヨーロッパにかけて、かつて、オスマン帝国の領土だった地域の料理で見られる。サルモックはトルコ語で、包むという意味である。国に肉を入れないものは、トルコ語で、嘘つきのドルマという意味のイエイランクドルマと呼ばれることがある。美人類イェイランクドルマズは、 シナモン、オールスパイス、ミントで味付けした米を具にしたものである。ドルマは、炭火桜と共に、ゆっくり加熱する。スモモも用いられる場合がある。トルコ人料理人、アルダタークメンの場合、スパイスを入れた、炭火桜の果汁と、ザクロシロップ、ザキントスカランと、松の実を入れて米を調理する。普段層の葉で巻いたものは、トルコでは、パズドルマズと呼ばれ、 アルゼンチンのセファルディムはドルマズ・デパジと呼ぶ。トルコのアマスイヤとトカットではマクルーバと同様の方法でサルマを作り、具材も異なる。ら豆を用いたものはボクル・ドルマズ、またはボクル・サルマと呼ばれ、アマスイヤでは乾燥ら豆とヤーマと呼ばれる粗挽きの小麦から作る。トマトペースト、水、ひまわり油、刻んだ玉ねぎ。 あれっぽ唐辛子、スパイスを加えて混ぜる。骨付きのラムチョップを鍋の底に固く敷き詰め、包んだサルマをラムの上に乗せる。上にバターを乗せ、ラムチョップと一緒に水の中で加熱する。出来上がった料理は上下をひっくり返して提供する。トカットでは、レンズ豆、ぐるぐる、ひよこ豆を具材とし、トマトペーストの代わりに自家製のビベルザル茶を用いる。シナモン。 食塩、胡椒、オールスパイス、松の実、砂糖を加えた米を詰めたセロリアックをブドウの葉で巻くこともある。米には、いちじくや、あんずのドライフルーツを加えることもある。巻いたものは、オーブンで焼く。丸メロを加えることもある。ありがとうございます。